おはようございます。9月6日月曜日、朝5時24分です。週明け月曜日、今朝は少し雲が多めですね。最近またちょっと雨が続く日が多くなってますが、天気予報確認したところ今日はなんとか大丈夫そうな感じです。で、今までここにあったキャンピングカーのジル520、今ちょっと移動させてます。で、これからは、奥さんの車をここに置くような形になります。屋根下に本当は置きたいんですけど、今回購入した新しいキャンピングカーバーストナー、ちょっと長さの問題でここに置けないんですよね。残念。そういった意味で本当に5メータークラスの、国産のキャブコンって非常に扱いやすいサイズだと改めて思いました。2台仲良く並んでます。それではモーニングコーヒーいただきます。朝晩だいぶ涼しくなってきて、そろそろホットでもいいかなと思いつつ、まだ、もう少しストックのアイスコーヒーが残っているので、しばらくアイスコーヒーで頑張ります。それではいただきます。うまい。新しく購入したバーストナーと、あと、引き渡すために、まあ、ジル520の今片付けやったりだとか、まあ、乗るための準備やったりだとか、こう並行しながらいろんなことやっていっている状況です。で、仕事も今絶賛 忙しい状態なので、本当に合間合間見つけながら、少しずつしか作業を進められないっていうのがね、ちょっとこう、もやっとするところですが、もうとにかく次のオーナーさんにはいい状態でお渡ししたいなと思っているので、今日は頑張って中の掃除やろうかなと思っています。そして、今日月曜日なんで、あさって水木と、ちょっとプロにお願いして外装のコーティングやってもらおうかなと思っています。外装のコーティングも一応定期的にやっていて、まあ、乗らない期間もちゃんと定期的にやってたんで、そんなに外傷みが少ないかと思うんですけど、まあ、引き渡し前にきれいに仕上げて次のオーナーさんにお渡ししたいと思っています。で、新しく購入した車両、バーストナーなんですが、やっぱり古い車両っていうこともあるんですけど、思っていた以上に状態かなり良かったです。ただやっぱり直さなきゃいけないところが何点かあって、まあ、気になるところ、一応いくつかピックアップしてるんですけど、まあ、一番気になるのは充電系統かな。どうも走行充電って言って、車がこう走っている間にサブバッテリーっていう、キャンピングカー部分で使うバッテリーをこう走行してる時にこう充電するっていうような、まあ、そんな、走行充電っていうものがあるんですけど、どうも走行充電が機能していないようですね。そして、車両側の方のバッテリーはまだ大丈夫なんですけど、キャンピングカー用のサブバッテリーがもう完全に終わってますね。10.8とか、なんかもう11ボルトを切ってるような状態なんで、もう全然ちょっと使い物にならないんで、バッテリー交換したりだとか、あともうナビが相当古いんで、もうナビを交換しなきゃちょっと使えないなと思っています。あとタイヤですね。まあ、どうしても青森で走行されてたっていうこともあるのか、今履いているタイヤがスタッドレスタイヤということと、あと年数が5年経過したのかな、6年だったかな、もう5、6年経過しているタイヤなので、タイヤの交換はちょっとやらなきゃダメだなと思っています。とにかくまずはバッテリー交換、タイヤ交換、そしてナビの交換、まずはこの3つ、まあまあちょっとお金かかるとこばっかりなんですけど、この3つはちょっと早めに交換しなきゃちょっとなかなか出かけられないんじゃないかななんて思ったりしています。少し時間取れたので、ジル520の片付け続きやっていきます。今何やってるかというと、これちょっと今もうバラバラですが、こんな感じで付属品取り外しなきゃいけないものがちょっと何点かあったので、今この辺りの電装関係ちょっといじくってます。結構バラバラ状態。ささっと作業終わらせて綺麗になりました。すっきり。はい、こんな感じで4時間ほどしっかり時間をかけてジル520の室内の清掃完了しました。ああ、疲れた。けど綺麗になりました。で、前側から後ろ側を見てみると、こんな感じです。
何年ぶりだろうっていうぐらい、ほんと綺麗になりました。荷物は、すべてもう下ろしちゃったんですけど、改めて荷物を下ろした後にこうやって室内眺めてみると、なんか今まで狭い狭いと感じていたジル520の室内がめちゃくちゃ広く感じます。まあ、荷物がなくなったからっていうのも当然あるんですけど、一番の原因は、このダイネットのソファーと、ここの収納の間、この通路部分に、桜のお留守番用のケージを置いてたんですけど、あのケージがやっぱりかなり圧迫してたのかな。ケージがなくなっただけで、かなりフロント部分が広く感じます。では、とっておきということで、今日はスーパードライの生ジョッキ缶いただきます。お、来た来た。泡が来ました。それではお疲れ様でした。ああ、めっちゃうまい。このジル520の中で飲むお酒も、ひょっとしたら今日がこれが最後になるかもしれないですね。本当に9年間ありがとうございました。ああ、うま。さあ、あとは、外装のコーティングをもお願いしているので、外装のコーティングやって、もうそれで、機能的なものはもうすべてチェック終わってるんで問題ないんですけど、あと何が残ってるかな。そうそう、思い出した。これ、運転席のシートを、こうレカロに変えてるんですけど、純正のシート、どこ置いたかな？ 3 階の物入りにあるのか？ちょっとそのあたりまた、純正のパーツ、交換してるパーツ、ちょこちょこあるんで、それを探し出して発掘してこなきゃダメですね。それからここに家具を置いてるんですけど、もともとここはサイドソファー、二人掛けのソファーがあったんですけど、ここのマットも、ちゃんと、保管してたはずなので、そのあたりちょっと探し出していきます。ちゃんと次のオーナーさんにそのあたりのものも渡しておかないと、あと困りますよね。ああ、うまい。はい、というわけで本日の動画以上となります。いよいよジル520の引き渡しまであと数日となりました。で、新しいバーストナーの方の出動準備っていうか、ちゃんと使えるようにいろいろやっていかなきゃダメなんですけど、なかなかいっぺんにことが進まないので、この辺りも少しずつ動画にもアップしていこうかと思っています。また感想とコメントいただければ嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。